正直、ウォリアーズはどんなディフェンスしても、えー、それに対する対策あると思うから、どうするんだろう。それなぁ。 まだ、お、あの、レイカーズはどっちかっていうと、あの、手番握ってようが握ってまいが、あの、もう全部先手を打つべきだと思いますね。レイカーズ側から何か仕掛ける展開。なんかお互いこう、これやら、やられました。だから対策しました。その対策の対策しました。で、また対策しました。みたいな感じじゃなくて、これやりました。対策されました。じゃあ今度はこれやります。で、また対、そこも、 次の試合で対策される。じゃあこれはどうやっ,つってまた新しい角度からなんかやってくるような展開の方が。 常にウォリアーズを後手にできるし、うん。どうすればいいと思いますかレイカーズが、あの、勝つには、ここをこうした方が良かったんじゃないかっていうのありますでしょうかシルーダースタメンにして、カリーつかして、バンダビルドをクレイトンプソンにつける。なるほどね。殴り合うしかない。リーブスをベンチ。なるほど。AD のポストプレイをやめさせる。でも、だいぶ減ったんじゃない多分だけど、グリズリーズ戦と比べたら、だいぶ減ってると思うけどな。 えー、プレイオフで、えー、グリズリーズ戦のアンソニー・デイブスのポストアップのタッチ数が5.3回。オリアーズ戦の AD のポストのタッチ数が1.5回。ほら、めちゃくちゃ減ってるぞ。グリズリーズ戦は平均5.3回ポストでボールを、あの、パスをもらってたのに、 えー、ウォリアーズ戦は AD ポストプレーほとんどしなくなっておりますでこの1.5回っていうのはあのドレイモンドグリーンに疲れてる時の1.5回だと思いますねケボン・ルーニー相手には今一度もポストプレーをしようとしてないっていう、まあ、ポストの立ち位置でボールもらったとしても一回前向いてドライブで切れ込もうとするよう、ね、にホリトンを出す <laughs> 今日4ピリずっと出,出させてもらえてましたねレイカーズがこれからローテの人数はどうなるんでしょう いや、でも、だいたい7人とか8人ぐらいじゃな。カリーあんだけオフボール動けるのにオンボール強くてパスうまいのちょっとどうすればいいんや。ドレイいるからダブルかけたらショートロールで終わりしいや、そうなんですよね。ただ今日はケボン・ルーニーがあんまりいなかったから、ドレイモンド・グリーン、ショートロール、ちょくちょくゲームワンよりはやれてたけど、そのパスの出しどころがケボン・ルーニーじゃなくて、ね、ジャマイカル・グリーンでちょっと、うん、身長がケボンと違うから、いつものアリーフパスしたら全然届かないみたいな。 感じで2回ぐららいショーーーーートロールかドドレイモンドターンオーバしーしてましたねそんでハイピック対策すなそうね、ハイピック対策は必ず必要だと思いますね。3入らないゲイリー・ペイトン干されてましたね。そうね、ゲーム1はちょっとゲイリー・ペイトンのところでね、動きが停滞することも多くて。うん、ジャマイカルシュート多かったと思いますね。まあ、前半だけでも3、コーナー33本は打ってましたね。まあ、プールもこの先成長するんじゃないですか。まあでもディフェンス本当にちょっと、ちょっとざるすぎて、あれだよね。ハイピックにのこのここ ていくの？ほんま見ててきつかった。全く修正されないし、ノコノコついていくって誰の話？ad？それともハンドラー？あっち？村にバックカットされてるのはビビったいや。それなあんなに簡単にやらしちゃいけないよね。いきなりジャマイカルスタメはカー怖い。まあ。でもあれはケボンルーニーがあの体調不良で、ゲーム2は20分しか出れないっていう時間制限されてたんじゃなかったっけ？ クレイのノーディップ3についてどう思いますか <laughs> いや、どうも <laughs>。いや、すごいなって思いますよ。あれされちゃうと、ちょっとね、難しいよね、止めるの。リーブス、その、俺ゲーム1でリーブスはチェイサーとして、むしろ、あの、評価が高いっていう話をしたんだけど、まあゲーム2でクレイトンプソンに引きはさ、はながされることが多くて、えー、リーブス、チェイサー向いてないでしょうって っていう感じになってて、で、個人的にはまあ、まあそうなのかなぁとか思いつつ、まあ別にどっちでもいいんだけど、ただ一つ言えるとしたら、そのクレイトンプスにあんなにこう、クイックで3打たれちゃうと、まああれは誰が追いかけても止めらんないのかなっていう気もしたりはするから、だから個人的にはなんか、かもなく不可もなくっていう、どっちかトロイ・ブラウンの方が、やっぱマイナスな印象は大きかったかな。いいとは言わないけど、 こんなに悪いかなとも思ったりもするんだよ。まあ、ただちょっと俺、まだ1ピリしか見返せてなくてさ、2、3、4ピリ見れてないから、まあ、今、こと細かに、ノートにまとめてね、流れを全部俺、ウォリアーズ・レイカーズ戦だけはノートにまとめて、あの、どんな流れになったのかっていうのを、ま、こと細かに書いてるんだけど、だからそれをする上で、まあ、リーブスやっぱチェイサーとしてちょっと微妙だったかもしれんっていう風に、俺も意見変わるかもしれんけど、今のところは、あの、俺ゲーム1の、あのね、 だっけウィギンズがコーナーでドライブしてリーブスがチャージングもらえたシーン覚えてる人いないかな俺あれあれ見てリーブスのチェイスディフェンスやべえって思ったよなあれ出れるあれできるやつはいやーマジでトップレベルだと思ったよねただその印象が強すぎてそのちょっとリーブスを過大評価しちゃってるかもしれん俺も俺で でも、あれが、たまたまできるはずはないんだよね。だあの、あのプレイを一回でもできるやつって、相当ポテンシャル高いと思うし、できないやつはずっとできないから。だって、リーブスとかさ、ディアンジェロとか、シュルーダーとか、バンダビルドってさ、ね、もうみんなに言う必要ないと思うけど、カリーとかクレイとか、ジョーダンプールにもらわせないように、もうずっと鬼ごっこしてるわけでしょ追いかけっこして、必ずワンアームの距離を保ちながら、相手が全速力、 で、走ってるのにそれれににに揺さぶられななないいいいよううに常にずっっと同じじ距離感をを保ち続けけけるっていうディフェンスをしなきゃいけないわけじゃわんでそんな状態で、他から、どっかからこう、ドライブが来ましたとかさ、なんか誰かがダイブしてきましたとかなって、それに反応できるかどうかで言われたら、まあ反応できない方が普通だと思うんだよね。そんな余裕ないわけじゃん。自分は今カリーついてます。だからカリーは絶対フリーにできません。で、みんな、みんなもそうだと思う あの、もしスティーブカーに、あ、違う、ダービンハムに、お前、カリー絶対話すなよって、カリーに打たせるなって、もし指示されたら、今ここに来てる400人全員が、オッケーつって、もうカリーに何が何でも食らいついてやるっていう気持ちで、ディフェンスすると思うんだよね。で、その気持ちの中、ね、どっかからかドライブがいきなり飛んできてさ、あとは誰かがダイブしてきて、自分の方に向かってきたとしても、そこをヘルプするっていう気持ちになれる人って、なかなか いいないと思うんだよねだからそういう意味でそのウィギンズがコーナーからドライブをゲーム1の時にした時に、えー、それに対してリーブスがオフェンス。 パールをもらえたチャージングをもらえたのはあれがまさにそうだったカリーだったかクレイだったかまあウォリアーズのねランニングシューターをこう頑張ってついててけどドライブが来た瞬間にヘルプディフェンスの準備をするっていうあの切り替えこそが真のチェイサーなのかなとか個人的には思ったからだからそのイメージがちょっと強すぎるんだよな俺の中でただ全体的に見るともしかしたら平均ぐらいなのかもしれんけど だちょっともう一回ゲームツアーあと2、3、4ピリ僕残ってるんでそこをちょっと細かく見てみようかなとは思っております。で、ちなみに1ピリでリーブスがそのチェイスディフェンダーとしてやられたのは1回しかなくてで、その唯一の1回がクレイトンプソンのコーナー3でしかもノー,ノーディップ、ノーディップの3だったからまああれはあれを止めろっていうのはちょっと 厳しすぎるかかなとかも思ったりはしましたねだもしあの,いやの今400人いるリスナーさんの中で今試合見れる人がいたら「いや俺ここリーブスここ悪いと思うんだよね」っていうまあそれ以外の話でもいいんだけどだ何分何秒のところか教えてくれれば僕はあの配信中見るんでこのそのディフェンスが良かったのか悪かったのか。 はい見るからいやいや,いや俺は絶対リーブスのチェイスディフェンスは良くないと思うわってリーブスはベンチキーをした方がいいと思うわっていう、ね、人がいれば何分何秒か送ってくれれば見ようかなとは思いますけどノーディップって何ですかあのー、よくさナゲットとかをケチャップにつけるのをディップって言うんだよね あ,あの、あれ、あの動作と一緒シ。シュートにも、あの、シュート打つまでにもらったボールを一回下に下げて上に上げてシュート打つっていう、この一回下に下げる動作をディップっていうんだよね。で、一回下に下げてシュート打つのが、まあ、これ普通なんよ。下に下げてる人が下手とかいうのは全くそんなことなくて、全然カリーでも毎回下げるし。でも、もし、このディップ、 をしなくてても打てるそんな選手が存在したとしたら、それはこの下げてる分がさ、下げてあげるこの、ここの分が短縮されるわけだから、シューターとしては相当なアドバンテージになるわけよね。クレイ・トンプソンはそれをマスターしている数少ないシューターのうちの一人でもあって、だからチェイサーとしてリーブスが今俺がね、あんまりこう評価を下げたくないって話をしてる理由でもあるんだけど、まあその動作を、<laughs> なくせる選手のシュートにチェックに行かなきゃいけないっていうのは相当過酷なことだからまあだから個人的にはそんなにリーブスの評価は下がってないっていう感じですね。リップするといいのよく見ますけどいや別にそのちゃんとこのシュート最後放つまでの,あの速度が。 等速であれば別にディップする必要ないと思うんだよね。けど、等速で打てる人って、まあ、そうそういなくて、やっぱり自分のリズムで打つためにも、まあ、ディップしないと打てないですっていう人は5万といるし、まあ、俺もそのうちの一人ですね。俺はもうディップしないと絶対打てない。で、どこで力を貯めるのかっていうところを俺は結構意識したりするんだけど、あの、基本的に2パターンあると思うんだよね。 ワンパターンは、あの、へそあたりで力を貯めて、そこから一気に放出するっていう。 やり方ともう一つのパターンは、この一回おでこにボールを持ってきて、ここで力を貯めて、膝の力を加えながらシュートを打つっていう、まあリッキー・ルビオパターンよね、これは。あとアル・ホ法ホドとか、あとカイル・アンダーソンとかもそうかな。で、おでこであのー、力貯めるパターンの人は、シュー、あんまりシュート俺うまくないと思ってるのね。逆にこのへそで力貯めれる選手は結構上手いイメージがあって、また、あ、カイリーとかもカリーとかも、まあ、トレイ・ヤングとか、みんなそうだけど、イングルス イングルスも、ここやね。イングルスもおでこな気がする。でもイングルスもあの、ノーディップシューターだから、ディップしなくても打てる系の、気有な選手ですね。ね